どうもホームラン王です。きたー、いったー。本当かっこいいフォームです。さあ前回に引き続きフェローズ超ビギナーダブルス、ハゲが高橋さんのおかげで決勝まで来れました。ホームラン王ボレーシンさんは高橋さんと同じスクールなので決勝ですが、リラックスできてます。高橋さんに任せつつハゲはひたすらつなぐ所存。サーブは頑張ります。ホームラン王サーブで試合開始です。いきなり高橋さんのえぐいリターンが決まりました。おう、甘いリターンはぶち込まれますね。ハゲのカットインがなんとかなりました。高橋さんのような球は打てないのでリズムを乱すように、この2人のラリーには入れません。なるべくカットインして緩急をつけたいですね。ブレイクスタートは幸先が良いですね。ハゲのサーブ、最初は決め球コースワイドスライスでノータッチ決まりました。やった。ホームラン王はやはりバックに読まれてました。速度も甘いですね。先ほどと逆にセンター、よしよし、先ほどと同じコースで少しスライス、よかった。ちょっと詰まってくれましたね。ここはちょっと狙った、センターをまあ狙ったし、しゃあない、ボディに行くように、よかった、良い配球でいけましたね。ボレーシンさんサーブ、おお、高橋さんボレーもナイスでした。しまった、見ちゃいました、入ってました。フォルト、ラッキーです。リードしてたので珍しく狙ってみました。流れも良かったし入って良かった。苦悶式、このリードなら行くと思いました。ナイスリターンです。3ゲーム連取は良い流れ、ここもキープしたい。高橋さんサーブ、これは取れませんがボレーシンさんアングルうまい。いや高橋さんのストローク本当落ちますね。ホームラン王に捕まりました。素晴らしいボレーです。ホームラン王のリターン深かったですね。怖いポーチでした。ラッキーです。はたけない、ケアしましたが戻りきれませんでした。ハゲの前衛が機能せずブレイクされました。ホームラン王サーブ、決められないハゲは深く返すように気をつけてます。下手に狙うとチャンボ与えそう。あそこしか打てませんでした。ナイスサーブです。欲しい、サイドジャストでした。絶対返せハゲ。なんとかしのぎました。高橋さんナイスリターンです。ここも絶対返す。
これはラッキーです。ハゲのサーブキープできるか。センターからセカンドは入れに行きます。危なかった。ラッキーですね。バック狙いはフルト。バック続いてるのでセンター、逆つけましたかね。ボレーシンさんもセンターでバックに、良い流れです。余裕ができました。センターで攻めに行きましょう。えぐいリターン。高橋さんナイス処理でした。ネットに助けられましたね。時間が止まりましたね。ボレーシンさんサーブです。いや、ナイスバックハンド。うまい。ここは高橋さんに突破口を。あ、やべ、ハゲのクソミスですね。ここはもう攻めましょう。ボレーシンさん、うまい展開でした。早めに終わらせないとどんどん追い込まれます。高橋さんサーブ、なんとか取れた。甘い。応援の方も大爆笑。また時間止まりましたね。長い長いよハゲ。入ってる。ナイスカバー。これはジャストアウトです。決められるかハゲ。入ってたか微妙。大変申し訳ございません。見逃すハゲ。これはアウトで忖度。高橋さんが乱れました。ハゲが悪い。ホームラン王サーブ。本当えぐい。これは危なかった。ラッキーでしかない。ナイスサーブです。きっちりバック側にナイスサーブが来ます。頼れる男高橋さん。マッチポイントだハゲ。試合終了でございます。いや、終わりました。長引かなくて本当良かった。確実に追い上げられてましたね。これにてフェローズ超ビギナー男子ダブルスハゲ高橋さんペア優勝と相なりました。ホームラン王とはシングルスもダブルスも決勝で戦わせていただきました。次はどの決勝で戦えますかね。ボレーシンさんは初登場ですが、安定感とコースが良い強敵でした。またお願いします。そして高橋さんありがとうございました。イシコンさんはごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。今年初優勝できてよかったです。引き続き頑張りますので次回もよろしくお願い申し上げます。